主催者を代表いたしまして、公益財団法人日本美術協会会長、日枝久氏がご挨拶申し上げます。常陸宮殿下、同妃殿下のご臨席仰ぎ、本日ここに高松宮殿下記念世界文化賞の第23回授賞式が開かれますことは、誠に喜ばしく深く感謝申し上げます。今年も5部門の世界を代表する素晴らしい受賞者をお迎えすることができました。また国際顧問の方々もお忙しい中、遠慮ご出席いただき、厚く御礼申し上げます。皆様ご承知のように、本年3月11日、我が国を襲った未曽有の東日本大震災のため、私どもは震災直後には、この賞の発表行事を行うかどうか悩んだところでございました。しかし、国際顧問の方々をはじめとする多くの方々の励ましをいただき、苦難の時こそ芸術の持つ希望の絆を強め、復興への力を示そうと実施を決意いたした次第でございます。7月11日には、常陸宮殿下、同妃殿下のご臨席のもと、イギリスのパッテン国際顧問のご尽力により、ロンドンで今年の受賞者発表の行事が行われ、国際顧問の方々も駆けつけてくださいました。その際、エリザベス女王にはバッキンガム宮殿でレセプションを開催していただき、被災地への温かい励ましのお言葉をいただき、感慨深いものがございました。被災者の方々は国際社会からの激励にどれほど近づけられたことか、また困難の中で芸術の持つ力がどれだけ明日への希望につながったか、計り知れないものがございます。私は芸術は国境を越え、人種の壁を乗り越えると常々申し上げておりますが、今回改めて芸術が持つ力の偉大さを感じているところでございます。我が国に寄せれました世界の方々からの励ましに感謝申し上げるとともに、改めて受賞者の皆様の今後ますますのご活躍を祈念して、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。